間に外しといた。あ、そうか。あ、ちょっと待て、おい。じゃあ言いたいことがもう一個あった、おい。マイク持ってる間に言えや。何言ってるしてくれ言うねん。よくねえ。おい、私たちのシングルマッチラストだっつうのに地獄一本勝負だったねえよ。容赦しねえからな、お前はな。
間に人入ってきたら普通止まるやろ。お前らなんか体力使う気がしたから俺あんまり叫びたくなかったけどよ。そうやろ、お前ら昭和のおもちゃか。お前ら同じ動きばかしてるから。うせえなじゃない、やれよ。違うこと、いつもお前のせいで怒られる。何で愛がよ。
いね戻ってくんな。はいや。やろバカにしやがって。なんでヘロヘロなってんのお前ら。呼ばれてる。呼ばれんのも最後か。どこでしんみりしてるんだから。今日は最後まで付き合うぜ。間違えてない。間違いとかないよ。やっちゃったかもしんない。まあまあ、呼ばれてるから。最後まで付き合うぜー。来たー。おい、おい、やれー。なんで2回も同じことやってんだよ。なんでだよ。だからなんでキレてんの。相手にキレろ。俺やろいつも。俺がせい言うたわけちゃうねんから。なんでやってんの俺。じゃあ、ちょっとほら、もう泣きそう。泣きそうな顔して呼んでるからほら。いや行かないね。いや行かない。行かないよ。だってあれもめっちゃ泣いてるやん。だってこうやってやるもんだって。いや行かない。あれやってへんかったらお客さんもほらもうこのカード見に来た意味ないやん。いやいや関係ないね。行かたしは行かないよ。志村後ろ言わんと見に来た。いや行かない。行かない。志村行かないよ。後ろ。いややらない。志村やらない。やらない。後ろ。だってやらない。志村。じゃあお前らが行けばいいじゃねえかよ。私たち嬉しい。このままじゃねえよな。
っきり負けてるよ、10分以内で。あんた、じゃあ今度は無線一本勝負だ。知らんけど、それは知らん、里村さん次第。いいか、9月2日、本当にラストを見たいやつは新潟まで来いよ。